今から75年前の今日、1945年8月15日、戦争は終わった。太平洋戦争においての日本人の戦没者は310万人だと言われている。その中で民間人は80万人の犠牲者を出した。そして若い多くの命も失われることになったのだった。皆さん、まあ、初めましての人もね、結構おられると思うんですけど、まあ、スピチューブの代表を務めさせてもらってます、DJ スピリットスと言います。よろしくお願いします。もう今日ね、なんで特別に来てくれたかというと、やっぱり日本にとってもすごい重要な日でもある8月15日、うんうん、75年前ですかね。そうですね、終戦の。そうですね、はい、はい。1945年のその原爆投下、まで戦争してたということで、戦没者が、まあ、310万人で、そのうちの、230万人が、軍人や軍属の方だったと。で、残りはそのやっぱり、そうですね、一般の方たちですね、はい。創建1869年、まあ、明治2年に、岡山の、出身者並びに縁故あるあの純国の英霊の方たちを祀られている神社と。僕も初めてなんで、はい、ちょっとね気になるとこでもあるし、うん、ちょっとねあの参拝できたらなと、そうです、いうことですね。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、そうですね、まあ、先ほども説明したんですけど、まあ、護国神社、まあ、どういったものなのかということなんですけどね、まあ、ここ、まあ、さっき書いてる通りに岡山県出身または縁故ある、護衛霊5万6700余りの方々が、祀られてるってことですかね。僕も初めてですね、こういうところですね。すごい綺麗ですね、なんか。そうですね、ここ御霊祭というんですかね、ここ午前10時からやってる、まあ、イベント、まあ、イベントというか、まあ、終戦の証書のどういったイベントなのかっていうのは、2年前の映像があるので、そちらぜひ見てもらえたらと思います。これがまあ本日8月15日と、まあ、8月16日に、まあ、行われている御霊祭ということでね、皆さんにもぜひ見てもらいたいなと思います。こちらたくさん連なってるわけですけど、ね、この終戦の日にこういったものを見れるということはすごい、これだけで素晴らしいことじゃないかなと思いますね、本当に。こっちの像も気になりますね。これが子供がお母さんに抱っこされてるところですかね。
すごいそれを連想させる銅像ですね。母の像と言われますね。強く厳しく優しかった母、おかげで私がある。お母さんありがとう。私たちの悲しみが繰り返されることのないようにっていうことですね。そうですね、さっき一緒にできたんですけど、新しい、そうですね、橋もできてて、まあ岡山に住んでてもやっぱ知らないものがあるんだなっていうことがすごい垣間見れたなと思います。こちらの画像見てもらって分かるように、まあ田町橋、こちらですね、あの爆風によって、まあ、壊れたやつが、修復されてるんですけど、まあ、岡山によってもやっぱこういう知らないところもありますんで、これ毎年行われてるんですよね。ということで、まあいつも盆踊りがあるわけなんですけど、今年はないってことはやっぱり、まあ、いつも来られてる方もちらほら見られるってことですかね。まあ、これ一度見る価値ありですね、本当に。うん、岡山に住んでてもこれも知らなかったんで、はい、僕も知らなかったですね、三玉さんいうの、ね、もっと歴史を勉強しないといけないですね。これは今日朝あった式典と、はい、はい、今日終わりました。岡山県護国神社ということで、その岡山県にその靖国神社じゃないですけど、こういうね、あの慰霊するね、英霊を慰霊する、神社があるたのを知ってる人はね少なかったのかなと、またね来年とかもやってますんで、興味ある方はちょっとね、覗いてこんな感じなんだと、知ってもらえたら、いいかなという感じで、ありがとうございます。本当にまたお願いします。はい、今日久々でしたけどどうでした？そうですね、あ大丈夫、ブランクありすぎてね、ちょっとねうまくね喋れなかったですね。はい、まあね、本当にでもスピチューブね、今チャンネル登録者数が1万人いって、本当に皆さんありがとうございます、ね、これからも皆さんよろしくお願いします。はい、ちょこちょこ出れたらいいかなと思いますね。はい、なんでまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。